赤番で動きました。4番三浦大輝から上昇し、前受けの1番根藤浩二抑えにかかる動き、三浦が出て3番坂本と北日本勢に今度は乗り換える格好で5番川木啓太が3番手、中段からまた中段の立ち回りです。3人を送り出して1番根藤浩二4番手、残り1周半で流している4番三浦大輝、後ろ3番坂本正弘、北日本勢のペースで道中乗り換えの5番川木啓太がこの3番手回っていきまして、ホームストレッチに帰りました。1列棒状、1番根藤浩二まくりに構えて追走赤石と席、残り1周切りました。三浦の先行、3番坂本正弘が後ろに備える格好で、5番川木啓太も3番手の位置から1番根藤浩二を牽制しながらというところでしたが、出足よく1番根藤浩二まくって先頭に立ちました。追走は2番の赤石聡、あとはまくられた4番三浦大輝から切り替えて3番坂本正弘と5番川木啓太、これらは3着争いの様相。振り切った1番根藤浩二まくりを決めて降臨、2着は2番赤石聡、